こんにちは、新平です。本日は B1 第17節のプレビューをお送りします。お忙しい方のために見どころ、勝敗を分けそうなポイントについて簡単に紹介しつつ、私の勝敗予想をお話ししていきます。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。それでは早速 B1 第17節の対戦カードを見ていきましょう。今節は週末の1月23日から24日に行われるゲーム10カードとなっています。こちらの全カードのプレビュー、そして勝敗予想を1カード約1分を目安にお話ししていきます。まずはレバンガ北海道と横浜 B コルセアーズの対戦です。北海道なんですが、12月は1勝10敗とまさに泥沼にはまったような状況だったんですけれども、年明けの新州ブレイブウォリアーズ戦で第2節から第3節以来の連勝を飾りましたね。リバウンドで優位に立ってペイント内での失点を2試合合計で32ポイントに抑えたことが好ゲームにつながったと思います。とはいえ、ここまで2ポイントシュートの成功率がリーグワースト、インサイドペイントのシュート成功率が 53.1%、 ペイント内得点も1試合平均30ポイントを下回ってリーグ19位ということで、依然としてペイントを攻めることができない課題を抱えていると思います。ただし機動力を生かしてターンオーバーからの失点は少ないため、速攻の少ない横浜のオフェンスを抑えて活路を見出したいところだと思いますね。対する横浜なんですけれども、メンバーが揃って戦術が浸透しだした12月以降は7勝4敗と白星先行していまして、2021年のスタートも滋賀を相手に連勝スタートを切ったというところですね。今節対戦する北海道はペイント内での得点がリーグで2番目に少なくて、ペイント内失点が実はリーグで最も少ない横浜とは非常に相性がいいと言えると思うんですよね。さらにペイント内での失点を抑えることで優位に試合を運ぶことができるんじゃないかなと思います。アウダ選手、ベクトン選手をはじめビッグマンを生かしてインサイドを支配すれば連勝も見えてくるんじゃないでしょうか。続いて秋田ノーザンハピネッツと川崎ブレイブサンダースの対戦です。秋田は12月以降10勝2敗、直近でも5連勝中と、ね、好調なんですよね。得点効率の低さを補ってあまりあるディフェンスの強度が素晴らしくてですね、相手チームから最も高い確率でターンオーバーを奪って、そこからの得点もリーグナンバーワンとなっています。それからオフェンスリバウンド獲得に関してもリーグトップの指標となっておりまして、シュート確率の低さを手数を増やしてカバーしていると言えるんじゃないでしょうか。ターンオーバー数がリーグ3番目に少ない川崎からいかにこの主導権を奪ってね、得点につなげていけるかが注目かなというふうに思います。対する川崎なんですけれども、12月下旬から調子を落としてきていて、京都ハンナリズにホームで連敗するなど、ここ7試合で2勝5敗という結果になっています。この間の平均失点は 87.4 ポイントということで、やはりディフェンスの不安定さが課題となっているんじゃないかなと思います。ビッグラインナップが注目されていた川崎なんですけれども、実はリバウンド獲得数に関してはリーグでも中位クラスなんですよね。ただアシスト数ではリーグ1位となっているので、リバウンド争いで秋田に自由を与えないこと、それからね、篠山選手や辻選手らを中心に秋田の厳しいディフェンスをかいくぐって、シュートチャンスをつなげていけるかどうかっていうところが注目かなというふうに思います。続いて新州ブレイブウォリアーズと富山グラウジーズの対戦です。新州に関してなんですが、12月は5勝5敗と徐々に調子を上げてきていたんですけれども、年明けの北海道戦は2連敗でした。ディフェンスは機能していたんですけれども、もともと得点数が少ないペイントが、2試合連続20ポイントに届かず、オフェンスのバランスをやっぱり欠いた部分がありましたね。今節対戦する富山はリーグトップクラスのオフェンス力を誇っていますので、特にペイント内での得点力はリーグナンバーワンですね。対する新州もペイント内失点はリーグ2位の少なさとなっているんですけれども、富山のペイント内での攻撃に耐えるために外国籍選手の奮闘はもちろん、例えば3番でプレーできる小野選手の出番も増えてきそうな気がします。あとはね、オフェンスでボール運びのミスを減らして、3ポイントを中心としたハーフコートオフェンスにつなげていきたいというところじゃないでしょうか。富山に関してなんですけれども、12月は宇都宮ブレックス、川崎ブレイブサンダース、千葉ジェッツと強豪との戦いが続いて2度の連敗を喫してしまったんですけれども、年末年始は4連勝と復調しています。先ほどお話ししたようにペイント内での得点力がやっぱり際立つんですが、今シーズンはトランジションからの得点も非常に増えていますよね。新州はペイントだけでなく速攻に対する失点も少なく抑えてきているので、弱点である攻撃時のターンオーバーの、ね、多さをついて、緩急を織り交ぜたオフェンスの手数を増やすことで攻略していきたいところだと思います。マブンガ選手はもちろん、宇都選手、シーズン開幕前の、ね、手術からの復帰となる阿部智和選手の活躍も非常に注目ですね。はい、続いて宇都宮ブレックスと千葉ジェッツの対戦です。宇都宮なんですけれども、昨年末からアルバルク東京、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズと力のあるチームを相手に5勝1敗ということで好調ですね。千葉ジェッツとハイレベルな首位争いを演じています。
平均失点がリーグ最小のディフェンス陣が平均得点リーグトップの千葉オフェンスをどう抑えるかというところが注目なんですけれども、互いに速攻からのオフェンスを得意とするチームだけにトランジションからの、ね、スピードが鍵を握るんじゃないでしょうか。千葉得意のリバウンドからの展開を許さないためにもスコット選手やギブス選手といったリバウンダーの活躍が鍵を握るんじゃないかと思います。対する千葉なんですが、11月末からの連勝が11でストップしました。年末最後の大阪戦と年をまたいだ琉球戦で連敗して、琉球戦ゲーム2に勝利して、まあ、仕切り直しといった状況じゃないでしょうか。千葉はね、ペイントでの得点力が非常に高いんですけれども、対戦相手の宇都宮も、多彩な顔ぶれのビッグマンがいまして、インサイドの守りは強固なんですよね。いかにディフェンスリバウンドからのトランジションで、ね、こう違いを出していくかというところだと思います。前回対戦で活躍したシャノン・ショーター選手にも注目したいところですね。はい、続いて京都ハンナリーズと琉球ゴールデンキングスの対戦です。京都に関してなんですが、第15節の川崎ブレイブサンダース戦アウェーでね、連勝するというね、サプライズをもたらしてくれたんですけれども、年末年始は4連敗となってしまいました。特に苦手のリバウンドでチャンスを与えてしまうことが多く、琉球相手にね、リバウンド争いでかなり踏ん張っていかないと大崩れしてしまう恐れがありますよね。強みであるライス選手とサイモン選手を生かしたオフェンスでね、ペイント内を攻略していきたいところだと思います。対する琉球なんですが、年末年始は川崎ブレイブサンダース、千葉ジェッツという強豪相手に2勝2敗でした。まあ、この間ね、最大でも80失点ということで、ディフェンス面をね、安定させて、まずまずの戦いを見せたんじゃないかなというふうに思います。まあ、琉球といえばね、インテンシティの高いプレーをベースに、クーリー選手を生かしたリバウンドをね、制して、セカンドチャンスからの得点が、まあ、期待できるんですけれども、まずね、今節に関しては、相手のキーマンであるライス選手とサイモン選手ね、ここをしっかり内外で抑えて、オフェンスに転じていきたいところだと思います。続いて、新潟アルビレックスと大阪エベッサの対戦です。新潟に関してなんですが、前節は京都ハンナリーズ相手に2連勝しました。今シーズン2回目の連勝となりましたね。2戦合わせてペイントで100得点を挙げるなど、京都の弱点をついたゲーム運びが走行したと思います。今節対戦する大阪エベッサは、リバウンドがね、攻守ともに強くて、ブロックもね、リーグ2位ということで、ペイント内での高さは新潟に大きく上回ってくるため、スピードとね、外回りの展開でかき回したいところですね。やっぱり能見選手、それからね、189センチのサイズで2番を務めている西田選手、ね、彼らの奮起に期待したいところだと思います。大阪に関してなんですが、前節はアルバルク東京に1勝1敗ということで、ゲーム1では終了間際で大逆転負けを喫したんですけれども、ゲーム2では13点差をひっくり返す逆転勝ちを収めましたね。今節の新潟に対しては、やはり高さを生かしてペイント内攻略していきたいところだと思うんですけれども、ここを司るニュービル選手のプレーメイクはもちろん、ブラウン選手を生かしたビッグラインナップ、キャリアハイのね、プレーを続ける橋本選手など、多彩なオフェンスで新潟に対しては優位に試合を運ぶことができるんじゃないかなと思います。続いて三遠ネオフェニックスと広島ドラゴンフライズの対戦です。三遠なんですが、年末年始は第15節ゲーム2の広島戦から5連敗ということで、連敗中の平均失点は89ポイントということで、ディフェンス面でね、やっぱり踏ん張りきれなかったことが要因だったと思います。まあ、今節の対戦相手の広島はリーグ最多失点ということで、ディフェンスに弱点を抱えているので、まあ、オフェンス面、前節欠場していたミレノビッチ選手、それからね、川島選手や寺園選手といったバックコート陣がね、トランジションからペイントをしっかり攻略していきたいところだと思います。それからオフェンスの柱であるイエロバツ選手なんですけれども、まあ、今回に関しては得意のスリーポイントシュートよりもインサイドに飛び込むプレーをね、選択した方がより多くの得点につながるプレーを生み出せるんじゃないかなというふうにも思っていますね。対する広島なんですけれども、年末年始もね、連敗を継続してしまっていて、第9節から14連敗中というふうになっています。まあ、何度かここでお話ししているんですけれども、ケネディ選手帰化前の16試合では 79.4 ポイントの得点だったんですが、帰化後に関しては11試合で 72.1 ポイントということで、まあ、武器になるはずのこの、ね、戦略が裏目に出ている状況で、それからね、セントフォート選手が、まあ、外国籍選手として入ってきていたんですけれども、まあ、彼が退団した穴もまだ埋めることができていないですよね。ディフェンスもさることながら、特筆すべきはね、やっぱりターンオーバーの数が、リーグ最下位ということで、かなり多いということところのオフェンスの不安定さだと思います。ガードに関しては田渡選手、古野選手、岡本選手と3人のポイントガードがいるんですけれども、まあね、プレータイム起用法も含めて方向性がちょっとね、やっぱり確立できていないので、まあ、直近の試合で比較的プレータイムを増やしている岡本選手のプレーメイクが、まあ、今節もポイントになるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてシガレイクスターズとサンロッカーズ渋谷の対戦です。シガに関してなんですが、前節は横浜ビーコルセアーズを相手に2連敗ということで、2試合とも終盤までね、競り合うゲーム展開だったんですが、まあ最後の最後で踏ん張ることができなかったですね。
滋賀はね、ターンオーバーがリーグ平均より少なく、比較的ね、安定したプレイメイクが展開できているチームではあるんですけれども、まあ、今節に関しては、やはり渋谷の、激しいプレッシャーをかわしてオフェンスにつなげていくかというところがポイントになると思います。やっぱりね、スリーポイントにうまくつなげていきたいですよね。そういった意味でも、プレイメイクを司るハミルトン選手やオクテウス選手の働きには注目したいところですね。サンロッカーズ渋谷に関してなんですが、12月以降は11勝1敗ということで絶好調ですね。クラッチタイムでの勝ち越しもね、印象的で、まあ、前節のサイエンネフェニックス戦でも第4クォーター終盤の12点差を逆転する粘り強さというのを見せています。特にね、リーグ随一のやっぱりハードなプレッシャーディフェンスからの得点が多くて、相手ターンオーバーから奪った得点は平均 19.3 ポイントでリーグ2位。滋賀に対しては、まあ、そのディフェンスに加えてセカンドチャンスからの得点にも注目したいところです。滋賀はディフェンスリバウンドがリーグ平均を下回っているので、マカドゥ選手やジャクソン選手の、ね、ビッグマンを生かしたオフェンスリバウンドの強さを生かせるというところですね。このあたりが効果的に働くんじゃないでしょうか。続いて名古屋ダイヤモンドドルフィンズ地方ス三河の対戦です。名古屋なんですが、アルバルク東京、宇都宮ブレックスと年末年始に強豪チームとの対戦で4連敗、西地区の首位を争うシーホース三河と琉球ゴールデンキングスに3勝差と、まあ、離されかけているんですよね。今節はその三河との直接対決なんですけれども、自分たちのオフェンスもさることながら、バランスの良い三河のオフェンスをいかに防いでいくか、まあ、ディフェンスリバウンドはリーグトップを誇っているので、相手をゴール下に入れさせないタイトな守備がポイントになるんじゃないでしょうか。まあ、金丸選手とマッチアップすることになるであろう張本選手の奮闘にも期待したいところですね。対する三河なんですけれども、第14節で北海道に敗れて連勝が9でストップした後、宇都宮ブレックス、川崎ブレイブサンダースといった強豪に対して、まあ、1勝1敗の5分という形で乗り切ってきています。まあ、ここまで平均得点が 85.3 ポイントということでリーグ3位の得点力を誇るんですけれども、特に中盤戦に入ってから外からもシュートを放てる、ウィティングトン選手とシェーファー選手の両ビッグマン、ドライブ能力の高いコリンズワース選手がフィットしだして、相手のディフェンスをストレッチさせつつペイントを攻め切るバランスのいいオフェンスが構築できていると思います。対戦相手の名古屋はオフェンスの精度も高いんですけれども、実はペイント内失点がリーグ2番目で少なく、速攻からの失点はリーグ最少となっておりまして、三河としては先ほどお話ししたような相手ディフェンスをね、うまく内外に動かすオフェンスができるかというところがね、勝敗を分けるんじゃないかなというふうに思います。最後は島根スサノーマジックとアルバルク東京の対戦です。島根に関してなんですけれども、前半戦は高さを武器に勝ち星を稼いできたんですけれども、まあ、12月以降は2勝10敗と大苦戦していますね。特にこの間はですね、得点が平均 69.8 ポイント、失点が 85.1 ポイントということで、まあ、攻守のバランスを著しく欠いてしまっていると言えると思います。対戦するアルバルク東京はフロントコート陣に機動力のある選手を揃えているので、まあ、島根としてはパワフル系のウィリアムス・ニカ選手だったりトラビス選手が、まあ、いる分、インサイドのパワーでは優位に立てる可能性があると思うんですけれども、まあ、欠場中のピフォード選手の復帰の有無というところも、まあ、大きく影響してしまうんじゃないですかね。対するアルバルク東京なんですが、12月は4勝6敗と、まあ、まさかの負け越しをしてしまいました。富山グラウジーズだったり秋田ノーザンハピネッツ、宇都宮ブレックスのような、まあ、パワフルさのあるチームに対して身が悪くて、12月の平均失点も 82.5 ポイントとなっています。でかつね、この間のペイント内失点も平均 40.8 ポイントに上っていまして、まあ、インサイドをやっぱり攻略されてしまったことが苦戦の要因と言えるんじゃないでしょうか。今節対戦する島根は平均アシスト数と平均ターンオーバー数がリーグワースト3位ということで、まあ、攻撃の組み立てに課題を抱えている相手なんですよね。まあ、東京が本来持っているディフェンスのハードさであったりとか、まあ、こういったディフェンスシステムの遂行ということをしっかりね、行うことができれば、終始主導権を握ってゲームを展開することができるんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。本日は B1 第17節のプレビューと勝敗予想をお送りしてきました。改めて対戦カードと私の勝敗予想を一覧にしましたので、ぜひご覧ください。私はね、このように予想したんですけれども、果たしてどれくらい当たるんでしょうか。皆さんもね、ぜひ予想してみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また今回の動画で何か発見があったとか、面白いと思ってくださった方はコメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。